どうもホロです、えー、今ですね、僕は北インドラダック地方のレイという街におります、はいで。背景にね、なんかあの絵が描いてありますけど、ここはゲストハウスですね。レイのゲストハウスにの部屋です。部屋の壁にこの絵が描いてるという、なかなかない、なかなかないですよね。起きたらこの絵がもう一番最初に見えると。はい でここ、ここに書いてあるこの建物、これはレーパレスっていう建物なんですけど、このゲストハウスのね、すぐ向こうにレーパレスがあって、こう崖の上にあるんですけどね、このゲストハウスを出て、目の前に、目の前というかね、向かいにある崖をね、こう見,見上げると、このレーパレスがあるんですよ。こっちの、この絵はちょっとよくわかんないですけど、これはどういうことなんですかね。はい。ということで、えー。 まあもうあの旅も終盤でですね明日明日明日か明日、えー、デリーに国内線でインドの国内線でデリーに戻ってで、まあ、デリーで、まあ、ちょっと止まってから日本へ帰るんですけど、えー、最後の最後はですね体調を崩しましたはいいや体調崩しましたねそう僕ね旅をすると毎回体調崩すんですよね毎回 崩さなかったことがほぼないですね。ほぼない。本当に。だ去年、年末に、年末というか12月に台湾をね、自転車で一周したんですけど、まあ、その時もね、まあと、その時は友達二人とね、自転車で台湾を一周したんですよ。まあ、僕その時も、ね、終盤ら辺で、まあ、僕が体調を崩してしまって、えー、その ななんだろうな本来はね進むはずだったんですけど1泊延泊してみたいなこととか起きたりとかまあ今回もですねまあ今回はねあの今回はバイクを借りていろいろ行ったんですよバイクを借りてその 5,000m の峠をねバイクで越えたりとかあの標高 4,500m のとこにいとこでねなんか何泊もしたりとかそういうことをしてたんでまあ寒いんですよね標高が上がると寒くなるんですよで標高 5000m の 5,400メートルかな峠を越えたりするんですけどまあ標高高いから寒いんですよねでバイクなんでめちゃめちゃ寒いんですよでどん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 こう寒くなっていくと標高上がっていくと寒くなっていってで下るとまた暑くなるんですけどだからねそのなんだろうな服のこう管理服のこうなんだろうダウンを着たり脱いだりとか インナーを着たり脱いだりとかそういう感じで調整してたんですけどはいまあとりあえずね今回もあの無事無事にというかまあいつもねあの僕バイク旅を、まあ、よくしてるんですけどラダックにねラダック3回目でで3回中3回ともねバイクをレンタルして、えー、いろいろ行ったりしてるんですけど、まあ、毎回ね思うんですけどあの まあこれででバイクにに乗るのはもうううう最後にしよよかなと毎回思うんですよねそうだ今回も思いました今回も今回だここのレイに来てでレイで2泊してまずまずレイで2泊してでそれからバイクを借りてでハンレっていう場所にハンレっていう村があるんですけどイから2百何十キロとかかなそのハンレにバイクで行ったりとかあのパンゴンゾって湖の方にバイクで行ったりとか まあ、モリリっていう湖の方にバイクで行ったりとか、まあ、いろんなとこバイクで行ったんですねでそのねそ,のそれが終わって一旦帰ってきて街にで今度は別のエリアヌブラ渓谷っていうエリアにバイクで行こうとは思ったんですけどなんかもうちょっとバイクしんどいなと思ってそうまあ、これはね何だろうな ななんんんかか全然しんどくいい人とともねいると思うんですよバイ,クんバイクが好きな人っていると思うんですよ。でも僕はね正直バイク全然好きじゃないんですよ、ね。バイクあの、そもそもバイク自体も興味ないし、バイクに乗るのも別になんか好きではないですね。好きではない。なんでかっていうと、なんでかっていうと危ないじゃないですか、単純に。単純に危ない。うん。そう。で、やっぱね、 なんだろうな。ま、そんな大げさに言うつもりはないんですけど、そう、バイク乗ってると、ちょいちょい危ないなと思う場面がまあ,あることはあるんですよ。ま、今回はね、そんななかった、今回はそんななかったかな。例えば去年、去年はね、一個あって、ま、このラダックね。ラダックって、日本みたいに信号がないんですよ。信号がないから、なくて。で、そんなに車もね、 このまあ、例の町の周りだったら車いっぱい走ってるんですけど、まあ、ちょっとね外出ちゃえば車があんま走ってないと、まあ、その代わりにあのインド陸軍の基地とかがいっぱいあってだからそういう時にその車列を、まあ、陸軍の車両ってすごいスピードが遅いんでね遅いからなんか 抜かしてくれって、向こうからね、こう、抜かしてくれって合図出してきたりするんですよ。で、それを抜かすときとか、まあまあ、それはね、別にこっちが気をつければいいんですけど、とか、うん、まあそれは気をつけなきゃいけないし、で、あとね、その去年一個、本当に危なかったのは、僕がね、その、左車線走ってて、左車線の左側が崖、崖の、その、なんだろうな、壁、壁側 崖の壁側だったんですよでだから僕はもうそのもう避けようがないんですよもうその左端に寄せようがないんですよバイクをだってこっち側が壁だから崖ので崖の下って砂利になってるんですよ砂利というか砂地になってることが多いんですよ舗装,舗装はされてるんだけど崖の下だからそのまあ落石とかあるんですよで下が砂利とか石になってあの砂地になってるんですよ で僕がそこ走っててでそしたらあの対向車が来てるんですよ対向車が来てるにもかかわらずねかかわらずその僕をね追い抜いて行こうとするやつがいたりとかしてだから、ね、僕がもうよ避けるしかないんですよ端っこに避けるしか、ね、避けなかったらもうどめ,めっちゃ来るからなかクラクション鳴らしながらでも対向車来てるんですよそうでその砂利に突っ込みかけてなんなら突っ込んで ででもその不安定にななるじゃないですか、まあ、バイク乗ってる人だと分かると思うんですけどそのバイクのねハンドルを取られそうになってあの時は結構危なかったっすよねその転びそうになってでしかも転んだ転んだらここに崖の壁があるからそう反対は反対でね今度は崖のこう落ちてく方の崖になってるんでだどっちにしろ危ないんですけどとか。 そうまあ、あとはねこれも自分が気をつけろっていう話なんですけどあの何だろうな、まあ、車通りがあんまないと車通りがあんまなくてめちゃめちゃ景色がいいんですよ景色に見とれすぎると崖から落ち,落ちそうになるというかその崖沿いの,、ね、その砂利道とかに突っ込みそうになってハンドル取られて転ぶ転んだことはないですけど、まあ、そういうことも、まあ、あることはあるんですよ。起こり得る そうだからなんだろうなもちろんねバイクが好きでラダックに来てでツーリングをするとそれが目的っていう人もいると思うんですけど、まあ、僕の場合はなんかこう行きたいエリアとか行きたい場所があってじゃあそこに行くためにどうやって行こうかな最適な手段って考えた時に、まあ、今のところバイクが一番あのなんだろうな、まあ、バイクだと途中でいろいろ止まったりできるじゃないですか。 なんかこう気分でいろいろ道を変えたりとかもできるしそうなんかなんだろうな何にも縛られずにこう行けるとねっていうことであのバイクをね選んでるんですよだからバイク以外になんかあれば別に僕はバイクじゃなくても全然いいんですけどそう例えばねなんだろうなまあジープとか車をチャーターして いや行くっていう手もあったりするんですけどうーんそうっすねそうなのでその一旦ねこの例の町に帰ってきてでそのヌブラ渓谷っていうところにねまた行ったんですけどで昨日帰ってきたんですけどそうだからヌブラ渓谷にはバイクで行かなかったんですよ今回そうなんでかっていうともうバイク乗りたくないなと思って、まあ、今回そのさっきも言ったんですけど いろんなとこに行ってまずねバイクで5 0 0 0ルの峠を越えてえいろんなとこに行ってで無事に例の町に帰ってきたとでこう無事に帰ってこれたからねだったらなんかもうバイクはこれで終わりにしたいなと思ってでなのでヌブラ渓谷へはバイクではなくあのローカルバスで行きましたそうでもねやっぱねローカルバスで行くとでまあ つくじゃないですかローカルバスで移動してそのまあ,あどっかしらの町とか村について降りるじゃないですかで降りた後やっぱね移動が大変なんです移動というか例えばあちょっとあそこ行きたいなってなったらラダックってすごいね例えばあのお寺チベット仏教のお寺とかがいろんなとこにあるんですけど大抵崖の上にあるんです崖の上でちょっと町からちょっと離れたとこにあるんです徒歩なんか1時間とかかかったりするんですね バイクの方がいろいろねこう選択肢が広がるなっていうっていうのは思いましたね。であとはこれはね昨日一昨日会ったスペイン人の夫婦ともね話してたんですけどその彼らもそのヌブラ渓谷の一番奥にあのパキスタンとの,ね国境の国境があるんですよパキスタンとの国境があるんですけどそこの手前にトゥルトゥクっていう村があるんですねトゥルトゥクっていう村があって。 でそのスペイン人の夫婦はそこに行きたかったらしいんですけどバスがないバスがなんか週に1本しかなくてであとはなんかシェアタクシーとかで行けるらしいんですけどシェアタクシーがめちゃめちゃ高いみたいなだから断念したって言っててそうそうだからそういうところに行きたい時とかにやっぱねなんだろうなバイクで行ってたらもう全然そのバスの本数とかも関係ないし なんかシェアタクシーのなんか値段とかシェアタクシーがそもそもそのんだろう他に乗る人がいるのかどうかっていう問題もあるじゃないですかそういうのも全然関係ないですよねバイクだとそうなのでまあヌブラ渓谷に行ってみてですねやっぱバイクの方がバイクの方が何て言うんですかね機動力が高いとま当たり前ですけどって思いましたねはいまあただ うん、バイクねバイクねそう僕はねバイ,クバイク結構し,しんどいっすね <laughs>、うん、バイクしんどいそうだからバイクでまあね自転車とかで旅してる人もいるからバイクしんどいっていうのもあれなんですけどバイクでねそのいろいろ 5,000m の峠越えたりとか4,000何百メートルの村に行ったりとか いろいろして疲れすぎて多分体調を壊したんだと思うんですけどうんはいということまあまあ無事にねあの霊に戻って旅もね終わるということでまあでもねこういうなんか感じでこれ前回も前回というかパンゴントーで撮った動画でも言ったんですけどなんか不完全燃焼感を残したまま終わるっていうことが僕は結構多いんですよ ネパールトレッキング行った時もそうだし、まあ、今回は別に不完全燃焼ってほどでもないんですけどうんまあヌブラにバイクで行けばよかったなって思,思ったりもしてますねはいそうでもこうやって不完全燃焼感を残しておくことによってまた来るとでまた、まあ、来年いつ分かんないですけどまたねラダックには来ると思いますはいそうで昨日 ですねまあ、この例の町に帰ってきてあちょっと話が長くなるんですけど昨日この例の町に帰ってきてで去年僕2023年7月ですね去年、えーま、去年もここに来てで去年はバイクでこっからザンスカールっていうエリアまで行ったんですよねザンスカールっていうとこでそのザンスカールでホームステイしたんですけどそのホームステイした家の息子さん あのスタンジンっていう息子、まあ、スタンジンっていうやつがいるんですけど、えー、大学生当時二十歳って言ってたかなそうに昨日例の街で再会してあの一緒にお茶しました、はい、というのもそのなんかスタンジンとインスタをね交換してたんですけど去年からなんかスタンジンからインスタでメッセージが来てさっき例のメインマーケットでお前見かけたよみたいなメッセージ来て。 あ今、例のメイン、例にいるのみたいな。あ今、例にいるよあ。じゃあ、もう後、あと、あと何日かで霊に戻るから、戻ったらちょっと、あの、お茶でもしようっていうふうにやり取りをしてて。で、昨日例に帰ってきたので、そう。そしたらたまたま、たまたまっていうか、あの、例のメインマーケットをね、彼もブラブラしてたらしくて、会いましたね。会いました <laughs>。はい。21歳って言ってたから。そう。 まあでもなんか来年来年卒業するってうんですよ今大学生で来年卒業する来年卒業してでそしたらなんかデリ,デリーに行くかもしれないと言ってましたねまだわかんないとうんまあでもたまにはねラダックに戻ってくるからみたいな言ってましたね、まあ、僕もねでもラダックに行く時はいつもデリーを経由していくんでデリー経由してデリーから国内線でラダックに来て 帰りもまたデリーに帰デリーに戻ってそこから日本に帰るっていう感じなんでまあどっちにしろデリーにはねあの毎回行くことになるんでまあまた会えるんじゃないかなと <laughs> 嬉しかったですねはいと <laughs> いうことであとなんか今こ声の調子も悪いな声の調子も悪い風邪ひいてんのかもしんない <laughs> ちょっと今日はゆっくりしようと思います